チレー選んだら熱いかもしれんな。チレー、そんな聞こえんもんなんかな。なんか急にバー、お疲れ様です。さあ何喋る。そうなんです。ああ電話で聞こえたら。あ、はじめまして。今日お願いします。まだ若いんですよね。今25です。なんで数え方じゃん。25です、25です。今21から数えた。21から数えた。なんで21から数えた。もう21から4年になる5だな。そうですね、今年25歳。そう、はい。いや、マジで。じゃあもうせっかくやったら何もないちょっと待って、普通に見て、ちょっと普通に気をつけして、普通に気をつけして、ちょっと本当に言ってください。普通こういう風だろ。わからんとか言う。わからんわ。あ、これはでもそんな言われてもわからんけど、絶対普通です。わかるでしょ。わかるでしょ。お前オリンピックファンまでいじったしてるの。そのいやいや、マジでファンまで頭叩くの。いやいや、じゃあこれ僕いいですか。頭叩いて。あ、いやいやいや、俺の。はい、いや、これ本当に夢だったんで。来いよ、来いよ、いいですか。すいません、いいや、分かっとうな。すいません、分かっとうな。はい、すいません、分かっとうな。ありがとうございます。ママつええやん。あ、すいません。じゃあこっちこっち、お前ここからもう一歩でも動いたらもう、これはあの、河合君に電話して、お前年長同士からもう味噌使うなよって。ああ、やばいですね、それは。じゃあ、これ感じないっす。本当に、なんなんすか。これは、これ映すのはまずい。いやいや、確実にお前も怒るしろよ、お前。でかいな、お前。まあまあでかいだろ。いや。あ、パンツじゃないですかね。パンツ今食い込んでたんで。何 ?YouTube で見たことある？あ、あります。寺岸がこの間最近、ぐちぐち撮った動画見た。あ、まだ見てないです。あのちょっと本社の営業がちょっと面白くないとか、管理がどうちゃうとか、グズグズ言っとったな。まあそこでこのペコちゃんがなんかすごい気にしてるらしいよ、はい、ずっとお前緑店だろ。あ、そうです。緑店の職人さんで、まあ、本社来て、まあ、本社の単価とか現場管理とかってどうなのかなっていうのをすごい気にしてるらしくて、今日はちょっと話したいと。理想さんちょっと顔がいかついもんで、なかなか私じゃ言いづらいからずっと緑店の仕事何件ぐらいやったの。まだ行って、いや、まだ1年1年ちょっとぐらいです。1年ちょっとだ、はい、うん、緑店からは好評です、うん、あ、そうそう、聞いてる聞いてる、河合君からも聞いてる。すごい好評だったんで、うん、まあ、大きい物件任せても大丈夫かなっていう、うんうんうん、ただ YouTube では全然喋らないけどもう何ならボツにするレベルです。YouTube 慣れはしてない。YouTube 慣れはしてない。いや、何を喋っていいか分かんない。その割りお前、俺初めましての時にオリンピックハーマンになるって言ったな。いや、あの時はちょっといい。あの時は俺を感じたよ。大型新人に現れたって。あの時はちょっと勢いがあった。勢いがあったはずなのか。ちょっといいっすか。パーンいきなりとかでいいんだよ。本当にな、本当に言ったよな。はい、別に普通に撮影的な感じじゃないの。お前のだけじゃないもんな。はい、やらせじゃない。ちょっといいっすか。ちょっといいっすか。すごいすごい。で、俺ハーマンパーンビーンで出てきた。そっからの伸びが全然ない。方は、あの人は、うん、通りすがりのおにぎりさん。おにぎりさん。おにぎりさん。さっきの人はただのウミンチ。失礼極まりない。ウミンチ。言いたい方だよ。言いたい方だよ。本当にでもなんかちょっと沖縄感でどれ。あ、なんか濃いと思います。顔が濃い。来た来た来た。噂じゃん、来た。笑顔だし、笑顔だし。ウミンチ笑顔だし。あのね、緑店は実際どうなの。実際どうなんですか。やりやすいですか。現場はやりやすいです。嫌な部分もあるやろ、それ。いや、ないです。あ？ないです。何ない？ないです。は？ああ、やばいです。は？聞こえない。お前ボツるだろう動画。嫌なことだって。何がいいんだできた。で、河合部のボスが見て改善してくれるで、ちゃんとうちの会社は。会社。ボスが。そうそう。その他の人のための代表でもあるな。そうですね。海地来た、海地。ずっと一緒に現場に入ってもらってるってことですよね。あ、そうです。そうです。お父さんのほうの。会社で。あ、じゃあもうお父さんのところではもう常駐？ほぼ常駐。そうです。最近。あ、ずっと入ってるんだ。親戚だもんね。まあこれ、あの一般の人だとよくわからないけど、塗装屋さんって結構みんな一人親方でね、繋がってるもんね。ほんで、一人親方で、まあずっと親父のところに入ってるってことかな。お父さんのところは、ランが。
一歳か。どこで笑ったの？意味わかんないわ。いや、いや、いや、なんかニヤニヤ。さっきのあの海中。ちょっともう確実に海中でしょ。海中って言われてますね。そうさ、沖縄出身みたいな感じですよ。九州です。鹿児島です。やっぱそうだわ。鹿児島だわ。俺最後高森かなと思ったもん最初のところ。最後高森。よう間違えられます。よう間違えますよね。どうなの？ぶっちゃけ。なんもないですよ。は？めっちゃいい人なんで。あ、全然いい人。はい。逆にいい人。はい。いじりどころがない。いじりどころがないのが悪いところ。お前なんだお前。あ、まあそうっす。そうっすね。まあ、お前これここだけ使ったぐらいよ。やばいよ。みより店は実際どうなの？嫌な部分もあるやろ。あ、まあそうっす。でも悪くないね。悪くないです。はい。俺はその悪いイメージがない。ないですか。はい。面白いな。漫画あるとするならもう社長にしかハマんないんじゃないですか。逆に。お前そうなの。まあそうなんか言ったねこないだ。マジですか。マジですか。マジで言ってない。いいものが。お前 YouTube でいい人になろうとするんじゃねえよ。どこが不満ですか社長。ちなみに。まあ3個あげるとしたら。3個もあるの？3個以上あると思うんですけど。じゃなかったと思う。マジですか。最後高森がいったらもう間違いないぞこれ。代表的に参考。絞り切れない。なんだ。絞り切れない。俺は多分嫌われるとかうんぬんなんか俺もどうでもいいわけ。はい、そうです、ね。俺クラスになってくると本当にまあそうしょうがないよ俺は仕事だから俺は。はい。じゃあ本当に。じゃこれだけ言っておきますよ、視聴者皆さん。急にテープ出し始めた。恥ずかしい、恥ずかしい。恥ずかしい。そう、これ温めてたらと。恥ずかしい。急にここから出して、ドラえもんかなと思って。ちょっとお前ももうちょっとお前な、YouTube なんだから。構えなかった。本当に何をしゃべ、どういう風にいたらいいんですかね。そんなこと言うやつ大体ダメだろ。現場行って何やったらいいですかとかみたいなやつ。そういうことですね。いや、ヘッドを一問の通り自然体だったら受けると思う。で、普段面白いってこと。そういうタイプだよな。いや、普段面白いですよ。緊張してるだけで。ああ、そうですよね。でも多分タイプが違うんですよ。俺もこっちなんですよ。なんか YouTube スイッチを入れんと喋れんけど、こういうタイプおるじゃん。いや、僕もそうですよ。だってあのリュウジタイプだよな。リュウジとかって自然じゃん。テラとか俺とかこうはなんかやんなきゃとか面白いことやんなかってか。で気づいたら俺のピコハンマー取り上げて殴ってたけど。大して笑いも取れず。でもどんなやつだ。中学校とか真面目に働いてた。ジュリーさんの15年かな。うん。ちょっと付き合いがなかったので。うん。僕の。あ、そういうことですか。ちっちゃい時だけ見て。僕の子だけ。もう本当中学校とか高校とかもうその多感な時期っていうの。多感な時期。噂は聞いてましたね。うん。じゃあこれで不良だったんだ。まあ、勉学に励んでおくわけじゃない。そう、全員空手やっとったの。やってました。何歳から空手やったの？小1から中3まで。そんな、まあ、喧嘩したりとか、そういう悪い投げるとかはあんまりしてないんだ。いや、したことないです。本当？はい。かっこいい感じだし、今見た今顔。めっちゃなんか一番自信がある。一番自信がある。まあ、あれなんですよ。正式には17とかの、なんかまた YouTube とは違うことをやってますよ。YouTube とかは違う。YouTube とかは違う。YouTube とかは違う。何よお前。何よお前。何もなかったから。しかもまあまあ強いじゃん。お前空手やって人殴られてきたくせにすぐ殴ってるやねんかお前。マジすいません。マジすいません。何言ってんすね。びっくりしたわ。ナイスキャラですね。これで定着していくといいね。会うたんびに社長ピコハンマーで一から叩くみたいな。これで定着するとね。やりやすいかもしれない。だけど俺はもうこの2回も3回もいつまでもつまらないやつはすぐ切ってから。すぐ違うところ新しいのから探していかんと。行きますね。まあでも本当にまあうちの会社をこうやってね、まあ、ビッソ嵐も含めて1個多いよな。この15年の歴史で一番ありがたいことはもう15年塗装屋としてはまあ短いかもしれないですけど、まあでもやっぱ職人さんがこうやって入れ替え立ち替わりじゃないですか塗装の。まあそんな感じです。まあちょっとね今日なかなか頑張って撮ったけど撮れたかちょっとないな。まあそこサムネにしてもらうしかないですね。そこサムネですよ。まあピコハンも撮るところ多分すごい顔しちゃったと思う。必死こいつからいるとポコンとか言ってました。もう半分はサムネ詐欺みたいな感じですけど視聴者皆さん、まあでも本当、まあ楽しみにしてます。まあこんだけ大きい物件をねこんな丁寧これからが楽しみですよね。今っていうよりもそうだな。
人若いしな、これから。そういうのって本当に若い方少ないの、ね、少ないですよね。この周りでも本当の子供っていないし、ね、そうですよね、募集もしてんの、求人とかもやってんの。いい子おったら来てほしいとかあるの。あ、来てほしいです。あ、ぜひ、はい、まあでも経験ある子、経験なくてもいい。なくてもいいです。根性あったら、はい、ご紹介。あんなピコハンマン殴ったらすぐやってるぞお前。高瀬さん23日にオンラインセミナー、これ1000円で参加できるんで、ぜひそちらの参加と、まあ、SNS どうやって企業が活用していくかみたいな、まあ、個人でね、一人方とか2、3人でどういうとこも思い参考資料を勉強して、インスタとかな、はい、今大事なことがもう簡単にできるしね、はい、まあ、そういうのとか、あと4月の2日に足場の名刺交換会、うん、これはみん足場班も来るし、まあ遊びじゃないけどお酒も飲めるようにしてやりたいなと思ってます。ぜひ参加の方よろしくお願いします。お願いします。せーの、バッケー。